エスタディオナショナルドロテオグアムチフローレスは、グアテマラの首都グアテマラシティにある国内最大の多目的スタジアムであり、グアテマラの国立競技場である。1950年にグアテマラで開催された中央アメリカカリブ海競技大会に向けて建設された。以前は、エスタディオオリンピコやエスタディオデラレボルシオンと呼ばれていた。収容人数は2万6千人。 現在のスタジアム名は1952年にボストンマラソンで中米人として初の優勝を成し遂げたグアテマラの英雄マテオフローレスに由来している。1996年には83人が押し潰されて窒息死する事故が起きている。主にサッカーの試合に用いられリーガナショナルグアテマラに所属する CSD ・ムニシパルがホームスタジアムとして使用している他、 サッカーグアテマラ代表がホームスタジアムとして利用している。1998FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選において1996年10月16日にサッカーグアテマラ代表対コスタリカ代表の試合がこのスタジアムで開催された。試合を見ようと偽造した入場券で入場したファンが多数いたためスタジアムの収容量を超え 入場した観客が押し出される形で、人垣のなだれが起き、前方に座っていた83人が窒息し、140人が負傷する大事故が発生した。当時のグアテマラ大統領、アルバロアルスは即座に試合を中止、フィファは、スタジアムの安全性が保障されるまで2年間の、スタジアム使用禁止を課した。事故後の分析によると、 当時スタジアムの通常収容人数は37,500人、最大収容人数は47,500人であり、入場券は45,796枚発売されていたが、実際には5万人を超える観客が入場したと考えられている。事故による FIFA フフの制裁の後、2000年代にスタジアムの収容人数が3万人にまで減らされることとなった。 グアテマラシティの中心街にあるラウロラ国際空港からはタクシーで約5から10分。ありがとうございます。